ということで、トゥクミニモーズ96話パート1を見ていこう。イエーイ、ついにコンピューター漫画今、スケミニモーズがめちゃめちゃ熱くてね、前回制御不能の大暴走を起こしてるトライタイタンを止めるために、カメラマンチームがあるキャラクターを招集したんよね。で、前回の段階ではまだマークしか出てなかったんやけれども、もうこのサムネ見てもわかる通り、ついにコンピューターマンが登場するみたいでございます。このコンピューターマン登場の匂わせにも世界中のスケミニドエルファンがもう大熱狂してたみたいやさかいに、とりあえずね、今日も最新作楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者20万人目指してるので、スケミニドエルが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。お願いごか、はい、始まりました。おー、久々のトイレエンペラー。ほう、おー、またエゴや。え、あなたの予想は正しかった。あ、トライタイタンは自我を失ったみたいな。ちょっと、なんとなくね、解読していくわ。ほう、なんか、愚かやない。あ、制御不能とは愚かやない言うてんのかな。はい、もし私たちが何やらやったら、同盟が何やら言うてん、ちょっとわからへんわ。おお、地球は私のもんや言うてんで。おい、それはおこがましいぞ。おお、な、場面変わった。ほう、これどこ？これはどこや。おお、エグいの出てきた。トイレエンペラー、こんな、腕増えてない。こんな化け物やったっけこいつ。やばいや、アップグレードしてるじゃん。で、刀やばいやん。なコネクション、あ、なコネクションロスト。とりあえず、つながりが断たれたってことね。やばいことやってるやん。どうすんのこれ。スキビートイレなんか出てきたけど。あ、逃げた。もう、やばいと。あ、いや、これまた、さっきのと違う。あれか、はは言うてないですか。これ、部下やな、部下。また通す。おお、これ前回の続き。さあ、来たよ。ほら、ここ来た来た来た。はい。めちゃめちゃコンピューターやん。ダウンローディングスピーチ？なんか、言葉をダウンロードしてんのかな。 何言うてん、なんかめっちゃ英語喋ってる。とりあえずなんか、何言うてんねん。とりあえずコンピューター、あ、私たちについてきてくださいと。ちょっとこれ後で頑張って解読しますわ。何言うてまんのこれ。すごい。So、please allow me to understand the situation. あ、状況を、状況は理解してますってことかな。We were too unpredictable. You have managed to disregard all the rules we put. めちゃめちゃパソコンやん。とりあえずもう、一旦今は言葉聞くの諦めるわ。全然わからん。で、後ろのやつ、顔長っ。モニター立てやが。あいつや。これ敵やってな。でも一応あれやんな、なんかこう。あ、そう、頭これ刺してあるから、ちゃんとコントロールしてるスキミートイレやんな。やっぱりあれかな。あ、すごい。あ、やっぱりあれやわ。なんかこう、電子回路をいじって操作できるんや。これやっぱそうやな。これ、予想とかでもあったけど、これね、はい、これです、言うて。コンピューターマンは、なんか、例えば、その、敵にウイルスを流したりとかして、コントロールできるっていう説が出とったけど、多分これで、トライタイタンの制御を止めようとしてるってことだよね。はいはい、分かってきたよ。なんか新しいテクノロジー、技術がこんなんあったんやな、言うてんのかな。なんかでも態度悪いな。それはやっぱ追放されただけあるな。あ、なんか悪いニュースある。トライソルジャーおったで今。あ、トライソルジャー久々や。あ、コネクション、なんか、なんか、トライタイタンと繋がってるってことかな。あ、そうや。あ、そうや。ここで終わり。ちょっと内容もっと理解したいから、こっから一気に解読していきます。はい、ということで、ついにコンピューターマン登場。なんか思ったよりコンピューターマン
ピューターやったね。で、今回過去にコンピューターマンを通用したにもかかわらず、改めて招集した理由、これも間違いなく明確になりましたね。予想コメントにもあった通り、コンピューターマンは相手の電子回路に侵入して、なんか思うように動かすことができると。で、この能力を使って、トライタイタンを制御しようとしてるっていうことやね。ビルレインさん、おもろい展開持っていくね。で、今回英語がまためちゃめちゃ出てきたっちゅうことでね、やっぱりどういうことってなってる方も多かったと思いますので、私、英検3級の力でなんとか解読いたしましたので、今からね、もう一回動画見ながら、簡単に日本語翻訳もしていきたいと思いやす。はい、まずはね、トイレエンペラーがいきなり出てきて、テッシャとの会話なんだけど、これ翻訳も字幕つけとくんやけれども、まあ簡単に言うと、このトイレエンペラーはトライタイタンがあんなとてつもない力を制御できるわけないと予想してたと。はい。で、まあ愚かもんやな、言うて。で、じゃあもうそんな暴走してるトライタイタン、あいつは泳がしといたらもう勝手にカメラマン軍も倒れていくやろ。っていう話よ。していると。で、地球は私のもんやっていうね、おこがましいこと言うて。はい。で、場面変わってね、これは、結局場所はわからんかな。また全く知らんところで戦いが始まってるって感じかな。はい、これやばいよな。トイレエンペラー、とてつもない強さになってんだよ。で、な、刀も、結構まあ、トライタイタンが持ってたような、アップグレードタイタンカメラマンもあんな持ってたけどね。割とスケビリウォーズは刀を持ってるキャラが多いっていうね。これは新しい。はい。で、これはもう繋がりませんってことだよね。サポートは来ませんと。はい。絶望に打ちひしがれてね。はい。で、スケビリトイレ出てくんねんけど、もうこいつももうビビってもうて。もう、飽きまへんわ、言うて。いや、そんだけトイレエンペラーが強いってことやんな。はい。で、これね、これ手下ね。手下もなんかすごい、これ何？磁石方式か。はい。で、こっからね。まあ、本題はこっからよね。はい。ここの会話をね、ちょっとざっとね、ざっとまとめさせてもらいますわ。口頭でね。はい。まずここでね。まあ、言葉をね、いろいろは解析したんかな。はい。いやいやいや、言うて。はい。こう喋ってるね。はい。で、はい。まずここはね、コンピューターマンが、まあ、ちょっとこう、挑発のように、まあ、長いこと、追放されとったけど、ようやくまたここに戻ってきたったぞと。で、二人ともなんか頭抱えてるっていうね。はい。で、こっからね。はい。はい。で、これはもう状況は理解してると。で、私たちについてきてくださいってことだな。はい。ここね。はいはい。顔長いな、こいつ。まあ、ここは昔のように仲良く行こうぜっていう、また挑発してるみたい。はい。で、ここの会話ね。はい。これがね。はい。これね、ちょっと解説すると、基本的にコンピューターマンはちょっと相手を挑発するような言葉をずっと話してんねんけど、ここで一つまず分かったのが、なんでコンピューターマンが追放されたかっていうところやねんけど、コンピューターマンはトライタイタンの制御装置が完璧ではないっていうのを警告してたみたいやねんね。ただ、カメラマン軍のリーダーたちは、トライタイタンをどうしても完成させたかったっていうことで、このコンピューターマンたちが言ってることを理解不能な厄介な存在っていう扱いをして追放したと。コンピューターマンたちはな、そういう電子回路とかのこと詳しいんやろな。だからトライタイタンがこういうことになるのは想像できてたと。はい。で、ここで敵やって、そら思うわな。スケビリトイレ出てきた。で、これはね、前回も出てきたスケビリトイレを操る装置と。はい。で、これめっちゃ大事よね。このシーンが大事。これ、はい。これね、ちょっとさっきも話したけど、このビームを当てたら、自分の思い通りに相手の電子回路を操作できるっていうね。これでトライタイタンを操作しようとしてってことだよね。はいはい、これな、プーン鳴らして。これな、ドームスタジオさんの NG のやつでも、プーンや使っとったで。はい、で、これやと。で、ここで、ごめんなさい言うてるわ。おう、ごめんって言った。頭刺しそうなったわ、言うて。はい。かわいそうやな。スケビリトレなんか、かわいい顔してるわ。はい。てかもう、映像すごいな。これ、YouTube で無料で見ていい映像はい、ここはね、こんな技術開発してたんか、みたいな。小賢しいな、みたいな。ここでもちょっと挑発してるっていうね。はい、で、これ大事なとこ。はい、悪いニュースがありますと。はい、ここね。
はい、ちょっとこれ止めます。ここで何話してるかっていうのも一気に話しちゃうと、これ後ろにいるのがトライソルジャーやねんけれども、トライタイタンの追跡装置は壊れてしまったけど、トライソルジャーはなぜかトライタイタンと、まあ、意思というか、この映像というかで、ね、まあ、繋がってると。で、なんでこれ繋がってるのかっていうのはコンピューターマンたちからしたら理解できひんのやけれども、とりあえずトライタイタンの映像をこの画面で共有できるから、みんなで今から見ましょうと言ってこの画面に、フォーカスしていって終わんのよね。これだからパート2、次はトライタイタンの視点が描かれるっていうことかな。はい、でここで終わるっていうことでございますと。さあ次パート2どうなるということで、いかがでしたでしょうか。かなりね、ざっくりとした日本語翻訳やったんやけれども、ま、なんとなく内容は分かっていただけたんではないでしょうかね。ビルレインさんも2023年ほんまにお疲れ様でございました。次2024年最新話も楽しみにしております。私フルフルもね、来年も引き続きビルレインさんのスキビリウォーズを追いかけていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。